はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、カエルさんちへようこそ。交際0日での結婚でどうって思う時がたまにあります。はい、これね、芸能人とかはタレントさんでよく見かけるんですけど、まあ大丈夫かなって思っちゃうんですよね。まあ、ただね、その交際0日、ほとんどなしで、結婚してうまくいくっていうのは、まあ、鈴木治さん夫婦ですね、が結構仲良くて、まあもちろんね、喧嘩もするでしょうけども、まあ仲良くやっているなーっていうのは、ちょっと思いました。でもまあ、もちろんね、この交際0日でっていうことで、皆さんね、びっくりされることが多いですけど、まあそれまでの期間ですよね。まあ知り合いとしての交際期間っていうのかな。まあ交際期間っていうのかわかんないけど、普通のお友達としてのまあ、性格の、まあ、こういう感じの人だなんだなとか、で自分の友達と、まあ、将来旦那さんになる人の、まあ、恋愛事情を、まあ、見たりとかしてて、まあ、一応いろいろとお勉強というか、ね、性格も分かった上で、まあ、交際0日だったり、交際、ね、1週間で結婚っていうことが、まあ、あるのではないかなとは思うんですけども、周りの人に短期間で結婚した人っていますか？私ね、いないんすよね。大体もう5年とか。まあ、本当に長期間こう付き合って、まあ、結婚したらどうなのとか、結婚しないのっていう、まあ下世話なね話をしたりとかしてて、まあうちもね10年間くらい付き合っていたのでだから、まあ、結婚はどうなの、子供はどうなのっていう話をされたんですけども、結局、まあ結婚しようかっていう話になったのはもう、お母さんがね、亡くなってからですね。まあ多分その考えもある旦那さんの方であったと思います。ちょっとね、病気をされてしまったので、最後の方がね。なので、まあそのお世話をね、まあさせたくないっていうのも多分あるでしょう。まあ本人聞いてないかわかんないけどね。なので、まあまあそれの話、それのこともあって、まあ10年間ぐらいお付き合いをっていう形でした。まあ別にね、私としてはまあ別にいいかなっていうのはあったんですけども、なかなかまあ旦那さんの気持ちの上でというか、ね、そういうのが あったんでしょう。まあ嫁姑のねことも あっただろうしって、やっぱりね、パソコンっていうか、いろんなのを YouTube とかで結婚したらどうなるっていうのをね、結構動画で上げてる方々が多くて、それを見ちゃったのかわかんないんですけど、なのでね、っていう感じかな。で、まあ本当に勢いでね、結婚するのもいいかなと思うんだけども、皆さんどうでしょうかね。
周りにいらっしゃいますか？交際1ヶ月2ヶ月ぐらいで結婚したという方、なかなか、まあ私の友達にね、少ないんで少ないんで、まあまあね、どうかなというのはあるんですけど、まあまあまあね、まあいるっちゃいるでしょう、多分私が知らないだけで。まあどうでしょうかね、なんか話がちょっととちらかりましたけど、皆さんどうでしょうか？もしよろしければご意見いただきたいと思います。あとね、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん、さようなら。